ひどい目にあったセギリは鏡っていう名前に変えました、ね、弟のチコリが見守っています。一生懸命食べるワイルドに、生きたら勝ちやでって教えてあげて、特に女はな、子孫残したら勝ちやで。一緒の意味があるからな、まあ、ほとんどな、生きてると子孫残すは。で、こうやってワイルドに食べたらいいと思ってな。そしたら自信も仲良くするし、これはね、あのイサキ、割と大きいイサキが登場したみたいなもんね。カドマンの時もイサキとイトヨリばっかり食べた。たまにチヌ、その3種類ぐらいしか食べなかった。あとサバはね、4種類だから。もサバはね、本当にお金なかった時もサバしか食べてなかったし、そのあのプリクラとフェイスさん分かっていく、なんかな、行っていい、おすいさん行っていいとか言って、栄養言うて、今ご飯作ってるよ言うて、食べるとか言って一食100円で作っとったけどな、もう一人来たら200円、まあ、200円弱の無言で食べとうまかったってで帰るようになるかな一食100円って本当に日本ではありえないぐらい安いんだけど、カドマではそれ可能やって、もちろん自炊でね、100円で思えへんって言ってたからな、美味しい、原価100円な。まあサバはな、その冷凍のサバを凍ったりしてたし、でそれを3つに切って、でラップでつるんで、ラップというかサランラップでくるんで包んで、で冷凍庫に保管してて、で野菜はね、本当にあの市中華の、え、なんちゅうかな、で農家からね直送するお兄さんがいたから、まあ、まあ、お兄さんいっぱいいろんなところに、露店か、野菜の露店はねいっぱいあったから、カドマは本当やで、多治は野菜の露店少ないでしょ。カドマはね野菜の露店毎日 何人かおったから、めっちゃ恵まれとったんだから。じゃあね、そのルーツに乗らへん野菜をそのお兄ちゃん持ってきてあるからでしょ、安いね、でめっちゃええもんやね、流通のあるもんの方が、農家かってな、ああ言わんとこ、あんた怒られるか、こういうこと言ったら、でも言った方がいいやな、流通ルートに乗らへんようなもんのを食べたらね、農家の方が、もちろん無農薬やで、農家自分のところで農薬入ってるの食べれへんで、な、農家ほんまに無農薬しか食べてへんで、知ってるやんな、この日本で有名な話やもんな。で、皆さんは、絶対その農薬入ってるやつ食べてんねん、な、そうなんですよ、流通ルート乗らへんもん。で、農薬入ってないのは1。この辺は一じゃなくても一出身なんかな、農薬の多分農薬かな、だよな、どっちなんでしょうね。でも農家と知り合いやったら、で店舗持ってる人やったらね、その露店のお兄ちゃんみたいなことを実際店舗持ってできるからね、それは可能なんですよ。露店のお兄ちゃんまだ若いからそれ可能じゃないだけでね、っていうような感じなんよね。